今日はですね、何か決断してゴール側に一歩踏み出そうという時に落ちやすい落とし穴というか、そういった話をしてみたいと思うんですけれども、考えれば考えるほど何か決断する時にですね、よしこれだと思った瞬間に行動を起こさずにじっくりちょっと持ち帰って考えます、1週間しっかりと自分の中で整理して考えますといった時に何が起きるかということですよね。これはもちろんコーチング理論を前提としますんで、現状の外側のゴールに向かってですね、現状外側に設定したゴールに向かって、一歩踏み出す時の話というふうに捉えていただければいいと思うんですけれども、そうなるともちろん怖いわけですよね。方法、達成法は全く分かんない、方向に一歩踏み出すと、もしかしたら足を踏み外してしまうんじゃないかという、怖さの方が先に立ってしまったり、すると思いますね。これはよくあることで、その時の恐怖はどうしたらいいでしょうかという質問に関しては、それは恐怖ではなくて、現状外側に飛び出そうとするのを引き戻そうとする脳の働きですよ、脳の信号ですよというふうに、捉えるとっていうのは自分の考え方ですね。もう自分はそういう時にはもうワクワク感に感じるようになってます。そういうブリーフシステムに変わっちゃってるんですね。現状外側、これ普通しないよねみたいな、でもこれ達成したらゴールに近づくよね、もしくはこれがまさにゴールを達成するための行動の一歩だよねっていう時に、もうワクワクどころか震えるくらいの感じが出てくるんですけれども、それでも突っ込むと、それをやった後の自分はどうなってんだろう、本当にそれができるんだろうかっていうことを考えるまでに、以前にもう行動を起こしてしまうというブリーフシステムがもう自分の中にもう出来上がってしまってですね、これはもうコーチング理論を実践しているという意味では、もうすでにそういうことが出来上がっているのかもしれません。以前はそれが全くできずにですね、ずっと考えてはやめ、考えてはやめということを繰り返してましたけども、じゃあこの1週間、家に帰って考えます、1週間しっかりと考えますということが、どういうことが起きるかということですよね。それは考えれば考えるほど過去の記憶にリーチするわけですね。考えれば考えると、過去というか現状の、いわゆるゴール側じゃない、今の現状の自分が今いるところのブリーフシステムのロジックにはまっちゃうわけですね。ということは、過去の記憶も現状の中のコンフォートゾーンの、記憶しかないわけですから、それ以外のことは、それはやったことがない、それは厳しいだろう、難しいだろうということで、やめとくという選択になる。ブリーフシステムも、それは、自分としてはもう危険なところやめといた方がいいぞということで、戻してしまうブリーフシステムのロジックにはまってしまうというふうに考えればいいんじゃないかなと。ですので、たくさんの方を私も見てきました。コーチングのクライアントもそうですし、セミナーに来た方の質問に答えたりとかも散々してきました。散々というのはあれですけれども、たくさんの方にそういうことをしてきたんですね。もちろんこれからもしますけれども、その中でやっぱり、もったいないなって思うのはそういうことですね。わあ、これ持ち帰って考えます、なるほど、考えたら元に戻っちゃうのになっていう感じをいつも受けて、それはもちろん必ずそうなるわけではないんですけれども、じっくり考えて、また来ました、次のセミナーでまたお会いしたりとか する場合もありますけれども、そういうことですよね。これ以上はもう言わなくても、皆さんこれの動画を見てる方は分かると思うんですけれども、ご自身で判断していただければいいと思います。とにかく迷ったらイエスだって言って、何でもかんでもイエスだというつもりはないですけれども、基本ですね、自分がゴール側のイメージでこれだと思った瞬間にやっぱり飛び出すということができるかどうかで大きく人生は変わるのは間違いないですね。もちろんそれでうまくいくかどうかは別ですよ。うまくいく場合もあるし、うまくいかない場合もある。でもうまくいかなくても、その飛び出したことによって得るものは必ずあるわけですね。で、次のまたチャレンジをする、その時もまたうまくいくかうまくいかないか分かれますけれども、それでも何か得ることがある。それを繰り返す人と、やっぱりやめとこうということで二の足を踏んで現状の外側に飛び出さない人との差は、やっぱりある一定の期間を見るとですね、大きく分かれてしまうかなというふうに、見てます。ぜひですね、現状の外側ですから怖いのは当たり前です。不安感とかですね、恐怖という感情に似た感情が出てくるのは非常に自分自身も分かりますけれども、ぜひそれはですね、現状維持、強烈に現状維持しようとしている脳の働きだというふうに、脳からのそういう信号だというふうに思ってですね、自分がもうこれしかない、もうこれでいくぞというふうに思ったら、ぜひ飛び出してみて、
いただければいいんじゃないかなと思います。考えれば考えるほど現状にとどまる。で、あとですね、家族とかですね、結婚されてない旦那さんとか奥さんとか、あと、結婚されてない方でも恋人とか、友達ですね、親友とかに相談する。これも、現状にとどまりますよね。それも含めてコンフォートゾーンですね。我々の、脳の仕組みですけれども、これまでの自分と違うことを止めようとするのが、まさに親友だったり、奥さん、旦那さんだったり、家族だったりしますよね。そんな、これまでのあなたらしくないじゃないの。それは現実を見た方がいいよ。難しいと思うよ。っていうふうにドリームキラーになるのは、まさに一番近い人です。からですから。まさにそういう時に止められて、やっぱりやめとこうということの結論に陥ってしまうということも、もちろんそれを狙ってわざと相談するという無意識も働きますので、それも含めてですね、相談はすると、近い人に、関係が近い人に相談すればするほどやめとけ。このコーチング理論を知ってる人はまた別ですよ。このコーチング理論を知ってる人であれば、もしくはコーチであれば応援すると思うんですが、基本的にこういうマインドの使い方を知らない、学んでない方であれば、そういう話を聞いた瞬間に、いやー、それはやめといた方がいいんじゃないかと、騙されてるよっていう話に、なるんじゃないかなと思うんです。なる場合も少なくないということで、それも含めてですね、現状維持っていうのは本当にいろんな意味で脳をこの現状に留めようとする働きが働きます、という機能が働きますよということを理解する。で、自分だけではなくて、人間関係、コンフォートゾーンを形成する人間関係も、あなたのことを徹底的に現状に留めようとしますよということを、ドリームキラーですね、まさにね、ドリームキラーとなって現状に留めようとしますよということも、ぜひきちんと理解した上でですね、でそれでもやっぱり変わりたいですよね。現状が嫌だから、もしくは現状を変えたいから、不満があるというか、もっともっと自分はできるのにという強烈なエフィカシーがあるのであれば、それを信じてですね、脳裏がたっぷり眠ってます。やるかやらないかだけです。もうこうなったらそこまで来てると思います。で、やるかやらないかぐらいなとこまで来てるという、もう勉強もたっぷりやってきました。だったらもう行動する、一歩踏み出す、そういうチャンスはご自身で、タイミングですね、見極めてですね、今回がそれのタイミングになるのかどうかは人それぞれかもしれませんけれども、このコーチングサミットを終えてですね、この臨場感ですね、よし行くぞという感情がまだまだ残っている状況で、ぜひ行動を起こしてみるのをお勧めしたいと思います。ということで今日は以上です。ありがとうございます。